式会社北原貴彦の北原貴彦です。オクシー株式会社の山下です。株式会社シェノンエンターテインメントの坂口です。お互いのちょっと気になる部分だったりとかを質問してみようっていうところで、北原さん何かありますか？あ、もうじゃあお二人にいいですか？今のやってきたご経験も踏まえて、はい、今のこの時流、はい、今ですね、はい、もう踏まえて、今お二人がスキルとかはそのまま持ってる状態でゼロになったら何からさっさとやりますか？なるほど。何かがあってもう今までの作ってきたものに関しては手をつけちゃいけない。開拓 スキルは OK、 知見も OK、はい、だけどゼロだったら、ゼロから今のポジション、今の売り上げのところまで戻ろうぜゲームをしたら、はいはい、何から攻めますか？僕はもう完全に決まってますね。もう投資ですか？はい、株しかないです。資金効率一番いいのはそこだと思うんですよ。はいはいはい、投資が一番早いですね。だから僕は大学生の時からもっとやってたらよかったなっていうのがあります。なるほどですね。だから未だにずっとやってるんですね。一番資金効率いいと思います。税金面もそうですし、人を返さないじゃないですか、はいはい、全て自分で済みますし、それがお金でお金を埋めるんで一番早いですね。なるほど。確かに。なるほど。僕は、まあ、リクルートとか行くか、金融の方行きますかね、はい、事業伸び出したのも結局人脈からやったんですよ、はいはい、だからいかに早くこの人たちに会うかってなった時に、まあ、それこそプライベートバンカーとかなってたらすごい面白いじゃないですか。なるほど。とかリクルートだったら、まあ、それもいろんな社長会えるじゃないですかっていう、その僕は人から入るんで、その方が今もですけど資金集めとかにしても持ってる人からバコンって入れる、いや一着バコンってちょっとある、まあいいえ、もうバコンでいいと思いますよ。いや今それがちょっと見えてきた部分があって、だからそれが一番早いのかな。だから魅力あるビジョンとコンテンツ持っときながら、いい人脈も持ってある人って持ってるじゃないですか。そこにほんまに共感してくださる方がいるっていうのもやっと分かってきたんで、だからまあ人人脈形成ができる職に就くっていうとこですかね。ちなみに北原さん、僕ちょっと気になります。一番触りやすい参入障壁が投資資金が低い店舗さんのアドバイザーとして入って、それ普通に100店舗くらいやりますね。それが多分一番早くて、でその100店舗やるときも01ベースで組んでいくんじゃなく、もう困ってるところ来てもらって業績改革して統合していくっていうようなやり方を取っちゃうと思いますね。これが早いんで一番。これもそれぞれ面白いですね。角度全然違うですね。もう根本となるところ一緒ですね。それぞれ今のビジネス、ありがとうございます。ありがとうございます。僕から、山さんに、まあ、違う業界から来られたじゃないですか、はい、でぶっちゃけ美容業界入っての感想っていうのを聞けたらなと。ぶっちゃけですか？ぶっちゃけぶっちゃけぶっちゃけめんどくさいですね。それはどこがですか？大変ですかね。その他にもっと利益率のいいビジネスたくさんあると思うんです、はい、でそれって今やってみていろいろ分かりましたけど、どちらかというと美容室もそうですし、こう人に依存するビジネスなので、まあ、そこを仕組み化いくらしていったとしても人ありきのビジネスなので、そこがこう大変だなって思って、ただこう波がないんでそこはいいかなって。市場規模として大きいんで、全国25万件あるじゃないですか。だからそこに対してこう隙間ってすごいあるんで、店舗を増やすことはまあまあできるかなっていうところであって、ただそれを増やしたからって強くなるかとは限らないじゃないですか。まあでも人好きなので、やっぱそこのチームを増やしていきながら楽しめる環境を作ってるっていうところですかね。なんか質問ありますか？僕はお二人に聞きたいのは、最終どうなりたいか、自分と会社です。うち社内で言ってるのが、シェノンっていう概念を育てようって言ってるの、みんなで。だから会社はその中に何個あってもいいんですけど、それこそビトンとかグッチみたいな感じで、社長ってもう変わってるじゃないですか、デザイナーも変わってるじゃないですか。
だけどあの概念って残ってるからブランドだと思うんですよ。そういうものがなんかみんなが利用しやすいプラットフォームになればいいなっていうのがその今の美容院でいうと目指してるとこですかね。あの例えばもっと分かりやすく言うと上場なのかバイアウトなのか事業承継なのか。そっちで言うと僕はもう承継かもしれないですね。こっちはでまた別事業はいろいろ考えてますけど、そこみんなが活かしてみたいなもう適当にしてみたいな。最終的には今は方向付けはしてブランドっていうのを確立してからみんながかつここにいたから、だから元ヴィトンでなんかデザイナーやってましたからなんか活躍できるみたいな、なんかこういう利用しやすいものとして誰かが引き継いでくれていたらいいなっていう、だからそのバイアウトとかはまた別事業で今考えてるところですかね。今その、最終目標が企業家事業家 の, そのインフラを作ろうと思ってるんですよね。要はその真剣ゼミのチャレンジ1年生みたいなのが子供チャレンジが大人チャレンジができればいいなと思っていて、めちゃくちゃいいですね。ぶっちゃけ僕が作ったブランドが残ろうが残らなかろうが正直どっちでもいいんですよね。正直死んだ後ってもう意識のしようがないじゃないですか。で資金面では自分が生きていく分とかうちのメンバーが生きていく分には全然問題はないと思うんですけど、なんかこう思いとかその人たちの考え方とかって正直最終的に風化していくと思うんですけど、ずっと使われるインフラだけは残んじゃねって思ってるんですよ。だからインフラをその1個だけ作らさせていただいたらちょっとバトンタッチして海沿いにこもろうとは思ってますね。そうですね。だから LINE とか YouTube とかもそうですけど、先人の方々が作ってくれたものを結構この使用勝手が悪いとか言いながら文句言いながら使わせてもらってるじゃないですか、無料で。だからその当たり前のように使わさせてもらってるものを1個なんか次の人たちが使えるようなコアの部分を何か作れれば、でそれが僕にとっては企業家事業家のインフラだったら今もうピースが揃ってきてるので10年20年かければタッチできんじゃねえかなっていう部分ですかね、はい、なるほど。そんな感じですかね、はい、最後のテーマが、今後の展望っていうことですね。企業っていうのはもうちょっと日常で困ってからっていうよりも日常から触れるようなところのインフラ化ができれば、なんか欲しいんですよね。ここまでやろうっていうある程度の区切りが欲しいから それを目印にさせてもらってるっていうような感じですね。できてもできなくてもいいので目印として旗立てときたいっていう部分でインフラ化したいっていう部分ですかね、はい、僕はこんな感じですかね、はい。僕はちょっとね、次女が生まれたんですけど、ちょっと障害がちょっと耳が、はい、でそこですごくなんか障害福祉と触れ合う機会がすごくあって、だから今美容×障害福祉っていうのを今ちょっと勉強中というか、でやっぱりそこで起こってるその社会の課題だったりとかっていうのが見えてきてる部分があるんで、それを美容っていうどっちかっていうとちょっとポップな方でなんかもっとこう障害福祉っていう活動をなんか広めたいなっていうのがありますね。すごく今そっちに興味が湧いてるっていう、だそこでいろんそういうのもあってまたその福祉の方とも今人脈が広がっていったりとかした時に、情報の質がまた変わってきたんですよね。でなった時に、また美容のその違う価値の上げ方、なんかいろんなものをこうポップになんかオフィシャルしていけるようななんか仕組みっていうのがまだ見えてはないんですけど、年内にちょっと事業をそこ固めて来年ちょっとスタートしようかなとは思ってますね。いや僕は本当に単純にずっと楽しんできたんですよね。でなんかこうビジネスってどんどん新しいことも思いつきますし、こう勝てる隙間ってもう大体こう見つけれるかなっていうのがあるので、ビジネスは買ってったとしてもその仲間と本当に会社にいるメンバーとこうずっとこう、単純にバーベキューでもいいですし、やっぱ人生人と関わってずっと遊んできたいんですよね。じゃないと投資一本でよかったので、こうお金を稼いでいくだけじゃなくて人と関わって楽しむっていうことを続けていくために事業を成長させていきたいなっていうのはありますかね。